一皿シェフズテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うトーク番組です。本日のゲストは鍋のイズム渡辺雄一郎さんにお越しいただきました。渡辺雄一郎さんは1967年生まれ、辻調理師専門学校同校フランス校を卒業後、1991年にフランスに渡り、一つ星レストランラ・テラス・シェ・アントナンにて魚料理部門シェフを務めました。1994年タイユ・バン・ロブション開業時に部門シェフとして厨房に入り、1996年にスーシェフに就任。2004年12月よりシャトーレストランジョエル・ロブションのエグゼクティブシェフに就任。2007年ミシュラン東京2008で三つ星を獲得以降、2015年版まで9年間継続して三つ星を獲得しました。2015年10月、21年間にわたり勤務したロブショングループシャトーレストランを勇退されました。そして2016年7月7日東京浅草駒形隅田川ほとりにてレストラン鍋のイズムを開業され、現在はオーナーシェフとしてご活躍されています。お話を伺うナビゲーターは一皿編集長小西克弘、一皿編集部原田彩香でお送りします。こんにちは、一皿編集長小西克弘です。一皿編集部原田彩香です。本日のゲストは浅草駒形からお越しいただきました鍋のイズムのオーナーシェフでいらっしゃいます渡辺雄一郎さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。鍋のイズムというちょっとこう哲学的な名前というかちょっと難しいような名前をお店につけられたオーナーシェフでいらっしゃるわけなんですけど、オープンされたのは今年の7月7日7日ですね、浅草駒形隅田川のほとりで、開業なさったわけなんですけれども、この鍋のイズムのコンセプトですね、これをちょっと今日はいろいろお聞きしたいんですけど、地域密着型といいますか、はい、これからそうですね、東京オリンピックに向けて、はい、あの地区がさらに盛り上がっていくだろうと私も予想してますので、はいはい、その中で私の店が鍋のイズムがですね、元気な店であるようにという感じで、うん、地域を盛り上げていくという意味で、開店させていただきました。うん、なんかあれですか、その紹介された物件が良かったからとか、最初からそっちの方向をイメージされてたんですか。そうですね、もともとはまあ西の恵比寿というところで長屋でやってまして、同じ地区でやっても何らその変化がないということで、東地区をずっと私狙ってたという場所か探しておりました。浅草というのはやっぱり自分にとって何か思い出というか何かあったんですか。そうですね、浅草、東地区が私にとって江戸の東と言いましょうか、江戸城の東というのはすごく思い入れがあると言いましょうか、体に馴染むと言いましょうか、自然となんか空気が好きであったり、あと幼い頃はよく母に連れられて、浅草の老舗の味をですね、なるほど、なんか食べに行った思い出があります。なるほど、どういうそのお客様をイメージされたお店なんですか。お客様はそうですね、地元の方も実はたくさん来られてまして、蔵前とかあとは駒形というか、旦那様衆がいっぱいいるような町で、すごく粋な方が着物姿で現れたりとか、素敵ですね。あとは以前の店からの お客様が引き続き来ていただいたりとか、すごくなんかすごくいいお客様がたくさん来ていただいてます。以前のお店とおっしゃいましたけど、渡辺さんはね、ジョエル・ロブションに長くおられた方で、恵比寿から下町というか、隅田のほとりに来られたということなんですよね。はい、そうです。で、時代の流れを考えても、なんとなく東の方がひょっとしたら面白いかなみたいな感じもありましたかね。そうですね、
なんかこの間のリオオリンピックの閉会式を僕見てて、はい、生放送で見てたんですけど、最後 のスカイツリーが中央にせり出したシーンを見て本当に鳥肌が立ったんですよ。なんか追い風来たぜ来たぜしてなんかすごく嬉しかったですね。まあ、これから、まあ、あの水の都東京ですから、今すごくどんどん盛り上がっていけばいいかなと思います。はい、最初にオリンピックとおっしゃいましたけど、まあ、2020年、はい、もうあと何年もないですけど、やっぱりその見ててお店がどんどんできているとか、なんか人の流れが変わっているみたいなのお感じになりますか？そうですね、あの街並みもなんか、まあ、駒形のあたりと蔵前はやっぱりすごくおしゃれな店が増えてきてますし、あとはその観光客ですかね、あの外国人の方が、まあ、中国系であったりとか、あの辺皆さんもすごい多いんですけど、街歩いてるとフランス語が結構聞こえてくるんですよ。この前も駅の改札でなんか困ってる方がいたので、フランス語でちょっとお話かけたら、なんであなた喋れるのみたいな感じでびっくりされちゃって、で、まあ、ジュースイキュージニエっつったら、私料理人なんでっつったら、ああっつってすごい喜んでいただいて、フランス人が店の中勝手に入ってきたことありますね。なんだこの店って言いながら、なんだと思ったんでしょうね。なんでしょうね。でもレストランって一応書いてあるので、で安心して入ってきたんでしょうかね。観光客の方が2人入ってきて、で店ご案内しましたけど、まあなんかそのああいう古い文化、まあ、江戸期の特にね成熟した文化がある下町と、フランスパリ特にっていうのはなんか似てるような雰囲気ってありますよね。そうですね、あの歴史が重ねてきたっていう街がすごくあると思うんですけど、あとなんか都会っ子の教授みたいなものがある、ね、なんかありますよね、はい、そういう世界ってね、はいはい、それでお店に鍋のイズムという名前をお付けになられたわけですけど、はい、鍋は多分渡辺さんだから鍋ちゃんとか鍋さんだろうなう、ね、ということですよね、うん、そういうことです。それのイズムっていう、これ分かりやすく説明していただくとどういうことになるでしょうか？まあ、一言で言えば渡辺の流儀と言いましょうか、方向性であったり表現であったり、まあ、いろんな意味を含めてるんですけども、自分が今まで学んできた全てをなんか表したいなという思いを込めてますね。自分が学んでこられたことを全部ここで示すぞと、はい、そうです、ね、見せるぞということなんですね、はい、で前は僕はこれをお聞きしたんですけど、 N を取ると安倍野になりますよ。そうです、あのこれは、まあ、ずっと温めてたことで、はい、私あの辻調理師専門学校というところを卒業してるんですけども、その本拠地があるのが大阪の安倍野というところなんです。私にとって その料理人の原点ですよね、産み落とされた土地でございますので、いつかその自分のお店やるときに、なんか思いを店名に込めたいなと、まあ、そのリスペクトといいましょうか、あの常に一生感謝を思い続けたいなと思って、あのお店に店名につけさせていただきました。まあね、その辻調理師学校っていうと、まあ、名門ですよね、料理の53年ですかね、はい、まあ、それの元になられたっていうか、まあ、日本にフランス料理を紹介された一人者と言ってもいい、はい、ような方だと思うんですけど、辻夫さん、はい、でこれもなんか非常にこう奇遇というかご縁だったのは、辻夫さんが眠っておられる場所が近いと。そうですね、かっぱ橋の右側にあります、まあ、向かってですね、東本願寺というお寺さんがあるんですけども、そこに校長先生が眠っておられまして、なんかすごくご縁を感じたというか、ね、もう引き寄せられたのではないかなって、ね、勝手にそうストーリーを私は考えております、いや勝手なストーリーってすごい大事だと思うんですけど、あの渡辺さん自身が、まあ、著作等をもあのご覧になって感じてらっしゃるというか、直接指導は受けてらっしゃらないわけ、私が在学中はまだ校長先生授業しておりまして、そうですか、年に一度だけ校長授業という、あったんですが、実は生徒が私どもの時は2000人いたんですよ、先生もそれだけ授業できないということで、抽選でなぜか授業がされて、抽選で僕は外れちゃったんですよ。ああ、そうなんですね、はい、すごく悔しかったですね、でまあ友人たちを受けて、まあ、そのレシピとかもらいながら、まあ、彼らの話を聞いて、まあ、そういったのがちょっと最初の思い出というか、あとは、まあ、学校校内に校長先生いる時は、まあ、
歩いてらっしゃるの姿を見たりとか、そういう気さくに話してくださるような感じ。そうですね、めったにでもやっぱり、まあ、僕らは天上人ですので、話しかけることはできませんけども、やっぱり先生から話しかけられたいっていうのがありましたね。なるほど、まあ、そういうなんかいろんなご縁があってその場所にいいお店をこう作られたと、はい、それでもう一つ面白いのはこうロゴですよね。そうですね、あのすごく鍋の泉のロゴってすごいかっこよくて、なんか僕は最初はこれ忍者かなんかですかね面白くてちょっと緊縮だったんですけど、あのロゴもちょっとご説明していただいてよろしいでしょうか。ロゴはこれ渡辺家の家紋になるんですけども、その家紋そのままだったらやっぱり日本料理屋か、まさに小西さんが言ってた忍者屋敷になるんですけども、まあ、それをデフォルメして、自分でちょっとデザインしてみたんですけども、これはまあ、古くから伝わるあれですけども、まあ、蜜団子とか蜜星とかいろいろ言われてますけども、僕の考え方はその丸に囲まれてるじゃないですか、それお皿に僕は見えてきて、お皿の上に蜜星が乗ってるっていう、そういった解釈でなんかすごく運命を感じたんですよね。ミシュランの三つ星ともちょっとこう絡んで、いやそれは何とも言えないんですけどもそれはもうおこがましくて言えないですけど僕はもうそのやっぱり料理人ですから、そういったなんていうんですかね、最高峰を目指したいなという、やっぱ目標として家紋っていうかロゴマークに掲げさせていただきました。渡辺さん家の家紋は本当にこれだった。まさにこれですね。うちの紋付き袴にもこれがついてますので、ちょっとね聞いてらっしゃる方はイメージできないしにくいかもしれないですけど、下に1本お皿のような棒が入っていて、丸い、三つ星ですね、丸いのが乗っかってくるという、まあ、なんて言いますか、非常にこうなんかこうデザイン性の強いような、インパクトありますね、すごく、ありましたね、これが家紋だとおっしゃって、なるほどね、それを、まあ、ご自分のお店につけられて、最初、席に座るとお皿の上にこれがもう、ね、そうです、乗っかってるんですよね、はい、それで裏返すんでしたっけ。そうです、それを裏返すと裏返すとそれがなんかふすみだの革のような、あ、そうです、革も木目が、ああいう流れになっていて、ってまあ、なんかものすごくこうかっこいいですけど、はい、こういうそのデザインセンスというかこういう感じっていうのは、はい、ご自分がやっぱイメージされてるんですか。そうですね、このアシェットプレゼンタッションっていうんですけど、フランス語で、要するにショープレートですね、それ必ずフランス料理店って あるんですけど、最初にお客様をお迎えするときに置いとく皿なんですが、その店のカラーが現れるんですね。僕はもうすごくこだわってまして、まず大きさなんですけども、あれ8寸四方なんですよ、24センチ、はいはい、これ茶事とか、お茶のこと、セレモニーで使われる杉の盆の大きさが同じであったりとか、あとあれ私の幼なじみの陶芸家の伊藤明という男がいるんですけども、先生ですね、まあ、地元の幼なじみなんですけども、今は滋賀県の北で作刀してるんですけども、すごく彼の作品を見た時に、すごく直感というかビビッときまして、でぜひ将来店やる時にぜひ作ってもらいたいなと思って、で開業前1年ぐらい前に、実際彼の窯元に行きまして、僕のイメージを全て伝えて、ああしてこうしてと言いながら、で木と土を組み合わせたもの、要するに日本人のなんか奥底に訴えかける何かがあるんじゃないかと、触った感じだったり、あと日本建築って大体土と木とそうですね、あとは紙でできてるんですけども、まあ、そういうのをなんか DNA に訴えかけるといいましょうか、何かあるんじゃないかと、必ずお客様と座ったら触りますので、ベタベタ触りましたね、はい、その質感であったり、木を触った時の安心感であったり、そういうのを感じていただきたいなと、要するにリラックスしていただきたいという考えなんです。最初はやっぱフランス料理って堅苦しいってイメージがあるじゃないですか、なんかあれ面白いなって、何これってベタベタ触っていた、あんまベタベタ触らないと困りますけど、そういった僕のなんですかね、おもてなしといいましょうかね、リラックスしてくださいっていう
自分の我が家のように、うん、リラックスしてくださいという考えです、うん、はい、ああいうでもところに 目の前が隅田川で、すごいおしゃれな建物で、うん、そこにでも和服姿の粋な方がフレンチを食べに来たりするとものすごくいいになります。すごくいいですね、すごくかっこよかったですね、あの旦那衆が来た時は、ね、それでメニューをねちょっと手元に持ってきた、はい、この前していただいたちょっとこれ読んでください。はい、ちょっとピックアップさせていただくと、アミューズで季節のガスパチョと浅草の香る3種のスナックとあります、はい、なんか3種類出てくるんですけど、うん、ガスパチョがこっちにあって、はい、これはどういう思いでお作りになられてるんですか、ね、まずその閉店にご来店いただいて、まずその最初のファーストアタックですよね、うん、はい、インスピレーションとかインパクトとかいろいろ考えまして、うんうん、まず器自体がこれは美濃焼の酒井さんという先生がいるんですけども、うんうん、その方にまず作っていただきまして、うん、陶芸家がうち2人出てくるんですけど、ストーリーにで彼にその大きな丸と小さな丸が3つ、うん、皿の縁に引っかかるようになる、それもうちの家紋実を表してまして、うん、でそこに手前から、3種類のスナックがまず出るんですが、うん、最初が大新堂さんという御徒、うん、町にあるおこしの老舗ですね、うん、それを使ったスナックで、2番目が種亀さんというまた近所、うん、50メートル後ろなんですけども、うん、そこにあるモナカのカバ屋さんを使ったスナック、うん、で最後がオリーブ、グリーンオリーブのマリネなんですが、これは私の2回目突出した時の師匠であります、うん、ジェラル・アントナンさんの、うん、との思い出が詰まったあれですかね、うん、それをまず食べ召し上がっていただきまして、うん、ガスパチョをすすりながら、うん、シャンパーニュをお口に流し込んでいただき、うんうんうん、さあそれでスタートですよ。そうですね、いきなりもうなんかなんて言いますかね、そのフレンチとその浅草というかあのエリアのこう伝統的なものとがもう融合されたものでこう、そうですね、いきなりこう、ま、なんかこうねイントロダクションと、うん、入っていただくみたいなことなんでしょうかね、はい、それとその後にあれですよね、細川さんのそばを使った、はい、そうです、そばがきが、そうですね、そばがきにウニが乗っかってるみたいな、はい、ウニとキャビアですね、そうですね、はい、こういうのはちょっとすごいおしゃれな、うん、なんていうんでしょうね、江戸ベースでフレンチテイストみたいな、着地はもうフランスですね、うん、僕の中は、うん、こういう表現はしてるんですが、うん、根幹というか体幹というか、うん、基礎の基礎はもうフランス料理が染み込んでますので、うん、それをなぜいたずらにいじるつもりはないんです、うん、それで技術的味のテイストの核はもう全てフランスの王道が潜んでるっていう、うんうん、そういう仕掛けになってます。なるほどなるほど、はい、うん、その普段のそのメニューとかね、そういうのってどういったところでこう作られるんですか。インスピレーションとかですかね。インスピレーションとか、まあもうそうですね、28年も仕事してきまして、うん、だいぶ引き出しは埋まってきてる状態なんですけども、うんうんうん、なんかやっぱり日々の日常からやっぱりインスピレーションは得られますね、うんうん、で大元やっぱりフランスの地方料理であったり、うんうん、古典料理は僕のまずお手本として置いてありまして、うん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 、あとはその、まあ、日本人が食べたらどう感じるかなっていうのをですね、うんうん、はい、あとあの場所でお召し上がりいただいたらどのような感想を得るのかとか、うんうん、やっぱりお客様目線で料理って僕は常に考えてるので、例えば情報番組とか、うん、そういうのはくまなく見てますね、うん、料理系番組は変な話オタクと言われるぐらい、ほぼ見てますね、全部録画して、まあ、早送りの時もあるんですが、はい、まあ、例えば今日の料理さんとか、まあ、他の料理番組であるのは、うん、あとはそうですね、今でビビッドである例えば料理が出てきたりとか、はいはい、それも全部撮ってあって見ていきますね、うん、それからそのお客様が何を求めてるかとか、うん、まあ、流行りであったりとか、うん、そういうアンテナはもう常に張り巡らしてます。ありがとうございます。さてそろそろお時間となりました。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございました。次回も渡辺さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。一皿シェフズテーブル、次回も食のネクストトレンドを発信していきます。お楽しみに。